はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日から春のイベントが来ております。まあ、春のイベントと関連して、才能開花、それから、なんだっけ、そぞろくじょが新しくオープンになってます。もちろんイベントも来てますので、イベントもやっていこうかなと思ってます。行きましょう。ガルネ、春の陽気は気持ちがいいの、絶好の花見日和じゃ。そうだね、こうやってみんなで待ったりするのもたまにはいいよね。もぐもぐパクパク、合法的にご飯がたくさん食べられる年に一度のチャンスなの。いつもはたくさん食べてないみたいな言い方だね。もぐもぐなの？あっちから動くお城が向かってくるの。もうわかりますね、うん、ドラクエ感がないあいつですね。急に何を言っておるんじゃ。変なものでも食べたのか。今日が冷めると、ん、今日が冷める嘘などつくでないぞ。ずしんずしん。きたどれがさ目は真ん中のあのドムみたいなやつ、ザクみたいな。その上のあれは違うよね。大砲だよね。手あって、足がわからんけど。いやいや、我こそは武神国崩し。オルクステラ統一の足がかりとして、イブリの村をいただきに参った。モンスターズではね、配合で見るんであれだけど、もう最後の方だから、全くだよ。全く。ドラクエ感ないな。わしも変なものを食べてしまったのかな。いやー、どう見ても、敵衆だよ。敵衆なんか味方だぞ、絶対。正義の味方だぞ。やーやーっつって来たじゃん。はい、まず、見たいのは、あれ、開花。開花でまだね、紹介されてないあいつらがいるんで、あいつらのあれを見よう。あいつらのあれを見よう。そんなんでわかります。才能開花の、もちろん A ランク。もちろん A ランク。あいつら。あいつら、あいつら、あいつら。こいつ。大魔道とこいつら。が、性能評価になってなかったんで、評価じゃないわ。発表されてなかったんで、プロミネンスブレス。あ、これいいんじゃない？敵で、範囲内の敵すべてにメラ属性の液大ダメージとギラ属性の液大ダメージを与える。いいね。ブロックシールド戦闘開始時、2回だけダメージ 50%。神竜の2回バージョン。竜の明動。10ターン目までの偶数ターンの行動、偶数ターン、来た。自分含む 5×5 のドラゴン系の液力、偶数ターン。液力アップな。HP、HP と。あー、ですね。そんなところかな、こいつはな。で、大魔道、こっちが気になってんの、めちゃくちゃ。いい回か来ないかな。魔界の暴風。敵一体にバギー属性の呪文大ダメージを与える2から4の射程ね。バギー耐性を時々かける。いまいちか。バギー属性呪文のコツね。いまいちか。時々冥界の暴風の追撃。追撃、いまいちか。あっと、これは、あ、ステータスアップがめちゃくちゃつくんじゃないこれ。つくつくつく、つきます。これはちょっとね、ステータス開花してみないとわかんない。移動が2のままっていうのはちょっとダメだね。でもダメージ結構だ、これが、これだろう、範囲が。ちょっと厳しいか、こっちは。っていう感じです。はい。というわけで、イベント行きましょうか。まあ、桜ドロップスじゃなく、なんだっけ、桜んじゅじゃなくて、なんだっけ、何かが、ドロップしてくる、配布でくるんで、これ、この子、激闘、桜舞う春の合戦録、天下巡るイブリ村の戦い開催、クエストをクリアして桜小僧を仲間にしましょう。クエストクリアして報酬を獲得、桜の印鑑を、印籠を集めて、アイテムと交換しましょう。って感じですね。はい、じゃあ行きます。あとはあれだね。なんだっけ、キラーマジンガか。キラーマジンガだね。キラーマジンガを、まあ、開花したいところかな。熱さん皆さん、まあ、OK だ。誰にしました？私はね、まあ、ちゃんと言っていた通りに、熱さんにしました。めちゃくちゃ楽しいね、ネルゲル。これからね、いろいろ連れてきたい。という感じです。こういうラインナップで行きましょう。魂食い。もうね、ドラクエ界切ってのネルゲル使いになりたい。
だ今後もこうなんて言うんだろう、もうさガチャが来ないじゃないですか、昔のキャラって。だそれがうまくねこう配布されるような、感じで進めていただけたら運営さんねありがたいかなと思いますね。うん、ここのとこね、エスタークも配布されたり、あ、ドリアムか、配布されたりとか、で、今回魔王がね、一人好きなやつが取れるって感じになってるんで、いい感じにはなってますけどね、ガチャで追わせるというよりかは、その辺のフォローが、昔のキャラでね、うん。今後もね、そういう風にやっていただけるとありがたい。そしたら、熱さんはね、ちょっとカウント詰め出していきたいかなって思いますね。決勝ももう取れないから。決勝なんかもう、復活してもいい気はするけどね。一回しか取れないじゃない、決勝って。あれもね、無限取れればいいと思うけどね。はい、行きます。我の名は国崩しと申す。こっちは参謀の黒龍丸。黒龍丸来るんじゃない？黒龍丸は欲しいよ。二回行動。いぶりの村を治める者はどこにおる？いざ尋常に。わしがガルネじゃ。わしじゃ。ガルネだ。ではガルネだろ。いぶり村の、支配権をかけて早速我と剣を交えよう。ああれだね、まあ敵、まあ、敵は敵だね。あの戦国時代みたいなもんだね、うん、国取り物語だ。この子たちは勝手に話を進めるわけでは進めるではないわ。わしはもう動けんわい。そうだそうだ、村長立てるだけでは奇跡なんだぞ。戦えるなんてわけないじゃないか。そんなものに村長など村長など収まるのか。なんでお読みした。早いところ世代交代をした方が村の活性化につながるのでは。ああ今の村長の悪口を言ったな。よそ者に何が分かるってんだい。悪口などではない、客観的視点からの提言だ。くだらん言い合いをするではないわ。てっちゃんあいつら止めてくれ。わしには強力な参謀がおるんじゃ。頭脳だけ、頭だけあればわしはまだやっていける。そんな感じでしょうか。行きなさい、うちらの今現最強パーティー中丼。いや今回の国崩しもどうなんすか。あの惹かれんのかな。あんまりみんないい評価はしてない感じはするけど、いやあれさ、でもさテンションたまりのさ攻撃バフも乗ってのあれだから、レック結構行くんじゃないの。我が軍の部下が無礼を働き失礼した。謝る気があるのならばそのまま帰っておくれ。わしらは花見の途中だったんじゃ。それとこれとは別の話であろう。我が軍の目的はイブリの村の領地をいただくことなのだ。で、てっちゃんこの面倒な城なんとかしてくれんか。国崩し殿、このてっちゃんという人間が村一番の実力者かと。村長に指名された、されたあたり、どうやらその様子、 お主を討ち領地をいただこう。てっちゃんイブリムラどころかオルクステラで最強なの。だから戦うのは諦めた方がいいの。つまりてっちゃん殿を撃てばオルクステラ統一と相なるのだな。がぜん手合わせ願いたい。じゃあこっちはあんたを倒せばあんたが治めてる領地まで取っちゃっていいってことね。いやいやそういうもんですよ、根っからの戦闘魂だな、戦闘民族なんだな。いや黒龍丸来そうだなこれ。え、今日の抱き合わせって黒龍丸だっけ、もしかしてガチャの。ちょっと待って、ピンクボンボンもいるじゃん、ピンクボンボン。え、誰誰、あ、ヘルシーさ関係なかった。黒龍丸来るな、闇のブレス黒龍丸。はい行きましょう。ピンクボンボン、ピンクボンボン配布されてんだっけ、されてないよね。イブリマラの領地が欲しいなら闇討ちでもすればよかったのなら、正々堂々と戦いを申し込み、その上で勝ち領地をいただく、それこそが武神の誉れなり。かっこいい、僕イブリマラの軍師として受け立つよ。そのことはしかと受け取った、皆の者進軍せよ。どこに感動したの、勝手に受けて立たれても困るの。皆の者、敵を死刑、陣を死刑。
はっ。で、じゃあまずあの前にいるモンスターを倒そう。さてと、さて、我と黒龍丸は向こうの丘から戦況を伺うとしよう。なかなか本格的な攻め方だね。陣を引いてお行きなさい。姉さん移動後になっちゃうよ。行きなさい。あー強い、これが強い。足軽たちをあれほど簡単にいなすとは、さすが天下のてっちゃん殿。だがこれでは終わらぬぞ。ノー黒龍丸よ、さよう。この戦、このまま絶対に終わらぬ。イブリの村はいただいた。倒しても次から次へと攻めてくるの。落ち着いて僕がみんなを、導くから。お前勝手に始めたんだから当然じゃ。え、そんな、そうだったっけ。勝手になったんだっけ。 向こうでしょ。向こうが勝手に攻めてきたんだから、スラクと関係ないよ。ここでなるね。桜、なんだっけ。桜小僧か。名前覚えらんないな。最近、宇多田ヒカルのさ、桜ドロップスを聞いちゃったからさ、どうしても桜ドロップスって言いたくなっちゃうの。スラクト、我らが、奴らが攻めてきておるぞ。みんなで迎撃の準備をせんと、一網打尽にされてしまうわよ。あれ、さっき見た数より攻めてくるモンスターが少ない。村長待って、あれは陽動で別動隊が来る。おいおいおい、本当だ。みんな反対側に誰かいないか確認して。脇からもな。お、分かったぜ。本格的な戦術だな。おい、スラクト、お前の読み通り別の部隊が隠れていたぞ。予想通りだ。みんなあの陽動部隊が来る前に反対側に行った部隊を倒そう。そう、こっちの正面と衝突している間に後ろとかは 脇に回り込んで背後をつくという戦法ですね。ああ、また熱さんが強化されていく。とどめ。強い。しかもさ、ネルグルって三河市40パーもついてんだよ。やばくない？で、生まれ変わりもあるし。ま、参りました。よし、これで陽動作戦は抑えられたね。ほう、なかなかの洞察力。我の作戦を見破るとは。できながらあっぱれ。楽しませてくれるではないか。丘の上から見てんだ、これ。なんという主力でしょう。あっちはまだまだ余裕っぽいの。作戦阻止したが、まだ奴らがイブリ村を囲っておるわい。あれは仕方ないね。戦力差もあるし、今は交代で干渉しながらしっかり体を休めよう。そして常に陣太鼓を鳴らしておく。こういうことです。それが戦い方。来たー。あ、こいつの性能もちょっと見に行こうか。出てないもんね。うん、見に行こうか。まさか移動にとかいうしょっぱいやつじゃないだろうな。して幻惑とかありそうだね。仲間一覧からの、入手順からの、はい、チェックさせていただきます。待って、移動はとりあえずにな。つむじ風、つむじ風、鈍化の気球、素早さ下げ、桜花の舞、あ、見えないな、バギ属性の大義大ダメージ、まれに魅了、集める価値なしですね、多分ね。移動位置な、移動位置つく。
みやびな桜、敵から物理または大気で攻撃された時稀に魅了する。あー、稀にか、稀に 20% か。光合成、敵から攻撃を受けた時最大値の 5% 自分の HP を回復し守備力を上げる。光合成、あーまあまあなんかの防衛パーとかそんな感じ。うん、弱いな、弱いわ、集める価値ないな。あ、そうそうそう、このマスター、これも来てんだね。これも面白いよね。うん、これ面白い、もう本当にいろいろ来てる。腹が減ったぜ。食料調達しに行ったが、あいつらが村をずっと包囲して出られないんだよな。氷梁を攻めと見た。安心するんじゃ、こんなこともあること村にはうんと貯蓄があるからの。確かこの辺に、ん、空っぽになってる場合誰の幸せだ。モナンだね。モナンがモグモグしながら来るよ。前少し食べてたからなくなっちゃったの。備蓄って知らなかったの。村長許してほしいの。モナンやその超えた体を使ってみんなのために犠牲になるんじゃなの。ああ、モナンが村の外に放り出された。よよ、浮遊する妖怪な桃色なんだっけ、末広がり図みたいな言い方するじゃん浮遊するよよ面用な桃色毛玉が向こうに吹っ飛んでいったぞ。かかれ、ででん、ペン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 。モナンに気を取られて敵の陣形を、あ、今なんだっけ、桃色、あいつな、あ、モナン名前変えられないんだっけ。早く仲間になんねえかな、モナン配布されねえかな。桃色毛玉な、桃色毛玉、もし来たら桃色毛玉に名前変えよう。中丼移動呼んで勘弁してやろう。届くかな。あそこいたか。でネルゲルは突き飛ばす方だっけ、打って引っ張れないんだっけ。あ、届かなかったか。必死に謝っている。この C さんもせいかな。アイスダンス、アイスダンス。でもヘルシーさん、こんなさ黄緑かかってたっけ。ちょっと違和感があるね、色的に。我が軍の包囲網を打開するとは。あの浮遊する面用な桃色毛玉、どうやらただものではない様子。ベベン、ゼゼイ、忘れのモナンなの。その変な呼び方はやめるの。おお、モナンや、生きておったんじゃな。もう二度とつまみ食いするではないぞ。絶対にしないの。食べ物の恨みは恐ろしいの。でもモナンのおかげで食べ物を取りに行けるぜ。それじゃあみんなは食料調達をお願い。僕たちはてっちゃんと一緒に国崩しを倒しに行こう。もうあいつはやっちゃえばいいんだよ、しょっぱなから。黒龍丸ごと、なんなら黒龍丸をさ、あの寝返らせるってのもあるよね、戦国時代で言うならば。よくぞ来た、てっちゃん殿。我が軍の戦略や包囲網を軽々と破るその姿、さすが強者といったところか。だが余興はこれまで。ここからが我が直々にお主の相手をさせていただくとしよう。やあやあ、我こそは武神国崩し、オルクサラ統一の足がかりとしてイブリムラをいただこう。いざ尋常に勝負せい。ただの陽気なモンスターかと思ったけど、さすが軍の主だ。迫力と威厳がすごい。てっちゃん殿、名乗らぬのか。あの、お互い名前を知っているのにどうして今さら名乗るの。いや、それがね、武士というものですよ。それが戦いの作法なんだよ。なるほどなの。それが、それなら私がかっこいい名乗りをしてやるの。
この人間はてっちゃんなの、お前をボコボコにするの。ほう、やる気に満ち溢れているな。では行くぞ。あ、こんな感じだ。足短。いよいよ大将、国崩しとの決戦だね。気合入れていこう。誰かがさ、SD ガンダムみたいって言ってたよ。その息はよし。てっちゃん殿の見事な式、いかほどのものか見せていただこう。もうちょっとさ、スラッとさ、あのサージタウスみたいなさ、やつかと思ったらさ、名乗りのが時間が長かったのって言われない？まあ、参ったらてっちゃん殿の勝ちだ。じゃあこっちの軍門に下ってくんないっすかね。そんな国崩し様が敗北。すごい大迫の戦いだったの。どっちもすごい疲れているの。さあ我を討ち取るのだ。これが戦に敗れた者の定め。そんなことできないって。誰も大きな怪我はしてないし、てっちゃんも許すよね。許すわけないだろう。あれ実はすごい怒っている。イブリムナは無事だから今回許してあげてもいいんじゃないかな。いやだに決まってんだろ。これ3回いいよしたらなんかイベントが発生する。いやそういうさ面白いさ昔のさ古き良きドラクエ戻してくれよこれ。ん？みんながスキップしてる中、私は一生懸命こうやってやってんじゃないイベント、うん、これ99回やったらなるかな。そういうのもあるよね。ったく、ほらね、てっちゃんもこう言ってるし。言わせただろ今。言わせたから。なんと許していただけるというのか。自分で切腹したらどうだ。最初攻めてきた時は驚いたけどね。二人とも傷だけだから僕はホイミで回復するよ。なんと敵である割にまで回復。その心の広さはまるで大海原のよう。わ、分かったからじっとしてて。それじゃあホイミ5を回復しました。グハ国崩し、どうしたの。ここまでご苦労であった。え、おるしやはり。何、ちょっと待って。何？黒竜丸裏切っていた？して、キラーマシンはいつレベル上がるのか、ヒヤヒヤしながらやってんだけど。黒竜丸が。あ、おしまいか、一緒しかないの？つまんない。もうちょっと行きたかった話的に面白かったから。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。